こんばんは。どうも、ワルトです。はい、もう12月に入ってね、クリスマスが近いということで、ちょっと聖なる感じでこの曲を演奏したいと思います。主はその望みの喜びよという曲をバルトバージョンにアレンジしたものがあるので、ファースト CD よりお送りしたいと思います。はい、ではお聴きください。
とうございました。アルテバージョンの死を人の望みの喜びをという曲をお聴きいただきました。改めましてバラテと言います。ですね、私たち来年2月7日にワンマンライブをやることになりました。今日は2人だけテレビですけど、その日はですね、今も聴いていただいたようにCD にも入っているピアノの音を弾いてくださっているピアニストの吉村さんという方がいます。本当に素敵なピアノを弾いてくださるんですけど、ワンマンの日は一緒にライブをやってくださるので、ぜひぜひ生ピアノを弾きに来てください。この日ですね、ピアノもそうなんですけど、あとドラムとギターと全部生演奏でやりますので、ぜひぜひワンマンライブ都内の川崎でやりますので、ぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、では次の曲いきたいと思います。では、今クラシックのカバーをやったんですけど、今度はポップス曲のカバーをやりたいと思います。バイオリンの本瀬太郎さんの曲で情熱大陸をお届けします。全熱大陸をお届けしました。何度も
お知らせさせてください。2月7日前に川崎ラゾーナ川崎ブラザソルというライブ配信でワンマンライブをやります。ぜひ今回はですね200人満席にしたいなということで200人集客を挑戦しております。今まだまだ50名なところなんですけれども、あと2ヶ月前にこれあと1ヶ月と3週間ぐらいかな。なので、はい、ぜひぜひラストスタートで頑張っていきたいと思いますので、ぜひライブにしてください。よろしくお願いします。では、このステージ最後の曲をお届けしたいと思います。はい、では、セカンド CD より、私たちの気持ちの気持ちさ、それでもという曲があります。お聴きください。
ありがとうございました。私たちのオリジナル曲のそれでもという曲をお届けしました。このステージはこれで終了させていただきたいと思います。お聞きいただきありがとうございました。もしよかったらお帰りになる前にいろいろずっと見ていてください。今演奏した曲セカンド CD に入っております。お客入りの2000円になります。よかったら今日のお土産にもらっていてください。また今日から発売のチケットはあるんですけれども、ちょっと先なんですけど2月22日平塚の花火というところでエスラビカ女の子さんという方とツーマンライブをやります。限定20席ということで今日から発売になっておりますので、よかったらお手に取ってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。バルトでした。